さて、霊夢。別動画でティラノサウルスの解説をしたが、視聴者さんからの声も大きかったので、今回は新説を交えて、ティラノサウルスのことを深掘りしていきたいぜ。ティラノ先生、それは楽しみね。お願いしますわ。それじゃあまず、ティラノサウルスの鳴き声について説明するぜ。霊夢はティラノサウルスはどんな鳴き声だと思う？ジュラシックパークでティラノサウルスが方向しているシーンがあるけど、あんな感じで怪獣みたいに鳴くんじゃないの？あれは名シーンではあるが、実はこれは間違いだとされている。そもそもティラノサウルスには声帯がないので、鳴くことができないからだ。そうだったの？あの巨体で声を発することができないなんて、ちょっとイメージダウンね。ただ、同じく声帯がない生物にワニがいるが、彼らは肺に空気を吸い込む時に出る音を利用して、カロロロロというような音を発することができる。だからティラノサウルスも同じような感じで、音を出していたと推測されているな。その手があるわけね。ティラノサウルスなら、ワニ以上に渋くて迫力ある音が出せそうね。ちなみに、ジュラシックパークのティラノサウルスの鳴き声は、ワニ、ゾウ、トラ、の鳴き声を合成して作られたものなんだ。全くのイメージだったわけね。化石から骨格や肉体の復元はできても、鳴き声までは復元できないからな。あくまで映画の迫力を出すための演出ということだぜ。ティラノサウルスは恐竜の中でも、最も嗅覚の高い種とされているぜ。獲物を見つけるためには、鼻が効くことは重要そうね。どれくらい嗅覚を持っているのかは、嗅球という、嗅覚を司る、脳の器官の大きさで判断できるんだ。恐竜の脳も化石として発見されているの？脳自体は化石として残らないけど、骨の凹みから嗅球のおおよその大きさを割り出せるぜ。さらに嗅球が体のサイズと比較して何パーセント高いかによって、どれくらい嗅覚が鋭かったかがわかるんだ。ふむふむ。体のサイズと比較して、嗅球が大きい恐竜ほど鼻が効くってわけね。そういうこと。研究結果ではティラノサウルスは体のサイズと比較して、約 70% の嗅球を持っていることが判明したんだ。嗅覚がとても発達していた生物だったのね。ちなみに現世の生物と比べてどれくらいなの？猫とほぼ同じぐらいとされている。猫は人間の20万倍以上の嗅覚があり、犬は人間の100万倍から1億倍あるのでそれと比べると劣る。それでも白亜紀の恐竜の中では、ティラノサウルスの嗅覚力はトップクラスだったんだぜ。獲物を見つけるためには、嗅覚の鋭さは必須よね。嗅覚が優れていると恐竜の死体も見つけやすいメリットがあるしな。ティラノサウルスは生きたいものを襲うよりも、死肉を積極的に食べていたという説もあるし、他の恐竜よりも嗅覚が優れていたことで、かなりの有利な立場にあったと思うぜ。ティラノサウルスの研究で確実だとされているのは、地上生物の中で最も噛む力が強かったということだな。その攻防力は最大で6トンにもなるとされ、骨はもちろんのこと車も一撃で粉砕できるほどなんだ。6トンって言ったらアフリカゾウ1頭分に相当するわね。もはや理解不能な数値だけど、とりあえずどんな生物も一噛みですってことね。そのダジャレ並みに威力があったのは間違いないぜ。ゾブトンも納得は。まあ、噛む力が強ければ当然獲物を仕留める時には有効だし、死肉を漁る際も骨ごと食べることができる。だから、恐竜の死体がすでに食べられて肉がほとんどない状態でも、骨も噛み砕ける攻防力を持っているのは、生存競争においてはとても有利に働いたろうな。最強の捕食者であり、最強のスカベンジャーでもあったと言えるわね。でも、なんでそんなに噛む力が強いのかしら？身体の大きさ以外にも秘密があるのかな？強い攻防力を生み出す仕組みについてはいろいろ諸説あるけど、まだはっきりとは分かっていないんだ。ただ今までの提唱が間違いだった、ということが言われていたりはする。間違い？これまでの通説では、ティラノサウルスの頭骨のつなぎ目は緩いとされていて、これは噛む際に発生する衝撃を分散する役割があると、考えられていたんだ。だけどつなぎ目が緩くて頭骨がしっかり固定されていなければ、逆にしっかり噛むことはできないと否定され、現在この説は間違いであるというのが有力だな。確かに頭骨がグラグラしていたら、強く噛むことは難しそうね。ジュラシックパークの映画でジープを追いかけているシーンがあるけど、実際はティラノサウルスは、そんなに速くないっていう説が、多く見られるけど結局のところどうなの？ティラノサウルスの走る速度については、2017年に古生物学者のウィリアム・セラーズ氏が、発表した論文によると時速20キロ程度とされているな。頑張れば27キロはいけるんじゃないかとも言われている。当初は時速50キロなんて言われていたこともあったけど、だいぶ修正されちゃって悲しいね。ティラノサウルスは他の大型肉食恐竜と比べて足が長く、
歩幅が大きいことから速く走ることができたと考えられていた。でも、約7トンもある体で車に追いつくような速度で走るとなると、その負荷に骨が耐えられず砕けてしまう可能性があるため、現実的にありえないと判断されたんだ。骨の強度に限界があるわけね。時速20キロなら映画のように、車を追いかけることは無理ね。車が法定速度、一般道普通自動車60キロで走っても、全く追いつけないな。それどころか原付で法定速度、一般道原付30キロで走っても、楽々逃げ切ることが可能だぜ。原付で法定速度を守りながら逃げるのは、なかなかシュールな光景になりそうね。ただ、人が走って逃げ切れるかというと微妙だな。人間の平均走行速度は20キロ程度ぐらいで、あくまで平均だから。それより遅い場合もあるし、コンディションも悪かったりすると、それなりに捕まってしまう人はいるだろうぜ。走ってて脇腹痛くなる時もあるしね。でも、これだけ体が大きいとエネルギーの消耗が激しいから、ティラノサウルスも滅多なことでは走らないと思うぜ。それにしても、魚体ゆえに遅いならウドの大木状態じゃない？こんなんでどうやって獲物を捕まえたのかしら？狙う獲物によるだろうな。中型サイズの草食恐竜を捉えるとなると厳しいだろうが、ティラノサウルスが最も襲っていたと見られているのは、トリケラトプスやエドモントサウルスだしな。彼らのような大型草食恐竜は、時速6キロ程度でしか走ることができないから、主な標的対象となっていたみたいだぜ。時速6キロだと人が早歩きしている速度と同じだね。それなら簡単に追いつくことができるわね。とはいえ、成体のトリケラトプスの場合では、体長9メートル、体重7トンと、ティラノサウルスに負けないくらい大きく成長する。この巨体で反撃されると、さすがにティラノサウルスもリスクが大きいから、もっぱら襲っていたのは幼体や弱っている個体と見るのが現実的だろうな。生き残るためにはできるだけリスクを避けることが重要よね。疑問なんだけど、そもそも恐竜の知能ってどれくらいなの？恐竜は爬虫類の仲間に含まれるわけだし、現世の爬虫類のトカゲやワニを見る限り、哺乳類と比べて劣る気がするんだけど、恐竜の知能は種類によって変わってくるが、基本的にはトカゲやワニと同程度で、哺乳類に比べて低いとされているな。とは言ってもクロコダイル科の大型種のワニにおいては、知能が高くて集団で狩りをしたり、枝で罠を作って、獲物をおびき寄せる行動も確認されているからなかなか侮れないぜ。え、ワニってそんなに賢いの？それなら恐竜も種類によっては期待できそうね。肝心のティラノサウルスはどうだったの？ティラノサウルスの知能は、恐竜の中でも特に高かったと言われていて、それを裏付ける証拠に、捕食されたと見られるトリケラトプスの化石に、不自然な噛み跡がいくつも確認されたんだ。不自然な噛み跡？人間のように知能の高い生物は遊ぶという行為をする。そのため比較的知能が発達している犬や猫も、おもちゃのぬいぐるみなどを噛むなどして、遊んでいるのは見慣れた光景だな。だから、あんな感じでティラノサウルスも恐竜の骨を噛んで、遊んでいた可能性があると推測されているんだぜ。ちょっと意外ね、ギャップ萌えしそう。さらに知能が高いことで群れで行動し、協力して狩りを行っていた可能性があるとも言われている。ティラノサウルスはライオンのように集団で行動していたの？一匹狼みたいなイメージが強いからこれまた意外だわ。2014年7月アメリカ、ユタ州の、グランドステアケースエスカランテ湖底公園で、群れで大量死している化石が発見されたんだ。現場検証の結果、群れで行動していたティラノサウルスが洪水に巻き込まれてしまい、皆命を落として一緒のタイミングで化石になったことが判明したんだぜ。これは確たる証拠ってやつね。実はこれより20年ほど前にカナダのアルバータ州で、集団で化石化しているティラノサウルスが発見されていて、この時に初めて社会性を持つ恐竜と提唱されたんだ。その後、アメリカのモンタナ州でも同様の化石を発見し、さらに今回のユタ州でも見つかって確信に近づいたというわけだな。なるほど、3度目の正直ってわけね。偶然とは思えないし、ティラノサウルスが群れで生活している説は有力かもしれないね。それにしても最強生物がゾロゾロ歩く光景を想像したら、今の地球で生まれてよかったと改めて思うわ。とまあ、ティラノサウルスについて解説したが、まだまだ研究段階だし今後のさらなる発見に期待だぜ。今日はティラノさんの思わぬ一面を知れたし、もっと関心が湧いてきたわ。今回もありがとうマリサ。